はい、第三国志やっていきます。どうも、ハルポンです。今日はですね、トータグ軍として、25区、トータグ軍、同盟の名前は、飛龍天将。はい、ついに、群雄の州に攻め入りました。まずお昼にね、慶州と、余州の関所である、白坊っていうかな、白坊を攻略して、まあこの辺にあった、風と絆さんかな、慶州の大きい同盟は。風と絆さんの要塞軍をとりあえずぶっ潰しました。で、今、とりあえず、僕らは、ここはまあ、ある程度防守しながらって感じ。別に攻め入ってはない、特に。その辺の要塞軍を破壊してるだけって感じかな、今は。今日は10時に、徐州との関所攻略、徐州と余州との関所、都要の攻略があったので、まあ、慶州には深く攻め入ってないっていう感じです。はい。で、今、見てください。これ、かなり攻め込んでます。で、相手側は、同盟さんなんて名前かな。明鏡止水っていうかな。徐州の明鏡止水さん。まあ、ちょっとね、明鏡止水さん、要塞が結構間に合ってない感じですね。まあ、ちょっと後ろに要塞軍作ってますが、まあ、今夜中には、この要塞軍も潰せるかなっていう感じです。はい。トータグ軍かなり強いっすね。いやー、もうこっち取っちゃったんか。舞台投げてるけど 空振りだな。ちょっとね、要塞から遠いから7分ぐらいかかるんだよね、俺の舞台。今、核の舞台と、バウンド力の舞台送ってるんだけど。こっちトータク入ってか速度遅いからね、ちょっと。ああ、武勲が稼げねえ。全然舞台が当たんないんだよな、みんな早くて。で、今、トータク軍として、敵軍とぶつかってますので、まあ、武勲稼げるっていうことで、まあ、今、トータク軍の順位がやっと出ましたね。で、ここに乗ってる方々は、まあ、お昼の慶州攻めしっかり、今の徐州攻めで敵軍と当たって、まあ、武勲稼いでますね。順調に。これ累計武勲なんで、最後。まあ、稼いでいかないといけないですよね。同盟、正直、トータク軍が、最後に洛陽を含む、まあ、五州府なり、制圧したら、天下の報酬で、トータク、流浪軍か。トータク軍の占領修復州で、洛陽五州府だと、累計武勲が1位から50位だったら、勝負報酬無料が2以降で、SP 勝負無料種3ももらえるんで、まあ50はちょっと厳しいかもだけど、120の中に入りたいかなっていう感じなんで、まあ正直同盟優先っていうよりは、俺は個人的にはもうガンガン攻めて、武勲、どんな形でもいいんで武勲稼いでいきたいっていう感じです。ちょっと同盟の人に怒られそうな発言なんやけど。あ、まあ、基本的に別に宣戦布告しない敵とかには攻め入りはしないけど、まあ、武勲どんどん稼いでいきたいんで、まあ、攻めれる場所あったらもう、ガンガン攻めていきたいと思います。はい。で、今日もう一つ報告があって、この前も紹介したんだけど、僕らの、俺らの董卓軍の、他の、遠州と、揚州の同盟が、まあ、野菜兄弟ってもう俺呼んじゃってんだけど、京野菜と八宝菜、野菜兄弟が、まあ力を合わせて、
司令入りを果たしました。ここですね、今さっき司令入り果たしてました。まあ同冠抜いたっていうことで、まあ、2つの同盟合わせてだけどかなり強いですね。で多分司令の資源をガンガン取っていく感じなのかな。まあ僕らは僕らで、落葉は、野菜兄弟に任せて、まあ、戦争に集中するっていう感じですかね。まあ、東卓軍ってこういう動きできるんでいいっすよね。僕らは軍友と戦って、他のところがまあ落葉を落としとくと。で落葉の司令内の防御とか固めてもらえればいい感じかなって思います。いやーマジで空振ってんなこれ。できれば動画で戦歴見せたかったんですけど、まあ空振りってことで、明日にでも初相手との対戦の戦歴載せていけたらなって思います。はい。でなんか無料出てるんでちょっと引いてみようと思います。まあまず当たらんな。候補数じゃねえ。どうなるかな。とりあえず慶州みたいに徐州も多分要塞を破壊するだけなんかなって思うんですけど、一旦ね、わかんないけど、まあ、敵軍と当たっていきたいなって思います。はい。じゃ今日はこんな感じで、まあ自分たち25区の X20 だったかな、25区と他何区が混じってるかわかんないけど X20、サーバー X20 の飛龍天将は今日慶州と徐州に攻め入りましたっていう感じの話でした。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。バイバーイ。